はい、ソラジオですけれども、今日もバンクーバー雨です。ソラジオ is a radio program that explores, broadcasts, and shares something about sounds。本当にまあよう降りますよ。もう4月なったらね、晴れてもらわないと困りますけれども、降っておりますけれども、まあ頑張っていかなきゃいけないなということでやっております。今日はですね、そんな喋ることもないんですけどね、まあお前のべしゃりはいるのかって話ですけども、そもそも俺のはしゃべりがいらないんだったら、まあ純粋に音楽だけ配信しているなんか、そういうメディアを見てもらえればいいので、そもそもこれ誰が聞いてんだって話ですけどね。まあお構いなしにですね、ちょいちょい噛みつつやっていこうかななんて思ってますけれども、まあもう今日1曲目いきなりかけていきたいなと思うわけですけれども、なんかヒップホップな感じの曲ですね。曲名 2011 Land、アーティスト名 QH.2022 っていうことですけど、やめてほしいよね、このなんかやめてほしいよねってことはないですけど、なんかこのドットとか QH.2022 っていうアーティスト名なんだね。でその Q ドットって何、これ読むのみたいな感じになるからね。なんかまあ本人の自由なんですけれども、QH の後ドット2022とかもさ、何これ、2022とかって本人は読んでほしかったりするかもしれないしね。まあ本人に聞き合った話ですけど、これ曲名もまたこれ2011ランド、2012ランドですみたいなね話かもしれないですけどもね、わかんないですけどね。そんなわかんないけど、こんな曲をかけたいなと思います。You are listening to Saradio Radio。はい、ということで曲はなんかね、いい感じだよね。曲はっていうか別にアーティスト名にケチはつけましたけど、まあなんかね、いろんなアーティスト名の付け方がありますからね、もう本当に自由ですからね。なんか昔マドンナが自分の名前をなんかこの文字にするみたいな、この文字をマドンナと読むみたいなことをいきなり言い出して物議かもしてましたけどね。別にね、
そういうこと やるのがまあアーティストかなとか思うので、ちょっとヒップホップな曲聴きましたけれども、ヒップホップについてもじゃあまあ、知らないよっていう人のためにですね、ヒップホップを知らない人のためにこれちょっと読んでおきましょう。ヒップホップは1970年代のアメリカ合衆国ニューヨークのブロンクスクでアフロアメリカンやカリビアンアメリカン、ヒスパニック系の住民のコミュニティで行われていたブロックパーティーから生まれた文化。ブロックパーティーって何？これどんどんこう広がってっちゃうから、はい。ブロックパーティーとは一つの街区、町の区ですかね、の住民たちが 大切な行事を練り行うために集まる大きな地域のお祝い祭り。あー、そういうことね。はいはい。音楽を演奏したりダンスを踊ったりして行われる。ほう。ブロックパーティーは1970年代のアメリカで人気が高まった。ブロックパーティーは野外で、挙行されることが多く、挙行だなんですよ。挙行だよね、これ。挙行じゃないの、これ。怪しいからね、最近もう漢字も全然、あ、いいね、虚構だね、はいはい。虚構されることが多く、 DJ のサウンドシステムの電源を街灯から非合法に引かれたと。ほう、そういうことですね。なるほど。もうゲリラ的に、やばいね、街灯から非合法に引かれたと。はい。そんな発端の何ですか、ヒップホップですけど、やっぱだからそういうアウトロー的なカルチャーが根源にありますよね。うん。80年代にはヒップホップには3大要素があると言われていたと。ラップ、ブレイクダンス、グラフィティアートがその構成要素であると。ああ、なるほどね。そうだね、別に DJ とだ、クラブの中だけじゃなくて街の外にももちろん飛び出して、まあ壁にグラフィティ描いたりとか、まあそもそもクラブっていうよりその街中からブロックパーティーが生まれたってすごいね。そういうことね。はい。現在では MC、DJ、ブレイクダンス、グラフィティが4大要素であると。だからヒップホップがにはその4、もともと3大要素で、MC が加わったのかな。ラップ、あ、ラップが、MC と DJ に分かれたみたいな感じなのかな。MC、DJ、ブレイクダンス、グラフィティが4大要素になっていると。うん。ヒップはかっこいい。ポップはピョンと飛ぶという意味で、アフリカバンバーダ、アフリカバンバーダは音楽のみならずファッションやアートを含めた黒人の創造性文化を、黒人の弾ける文化という意味を込めてヒップホップと呼びましたと。なるほど。これは1974年のことだったとされる。ほう、そうするともう結構前ですけど、そうだね。単にヒップホップといった場合、文化から派生した、サンプリングや打ち込みを中心としたバックトラックに MC によるラップを乗せた音楽形成を、特に示すことが一般化しているが、これは本来はヒップホップミュージック、あるいはラップミュージックと呼ぶのが正しいと。だヒップホップっていうのはその音楽だけじゃなくて、グラフィティとかダンスとかも、インクルードしてくるっていうことが今日は、勉強になりましたと。あとは、何ですか、そのブロックパーティーが、当初は街灯の電源を非合法に、使って、やっちゃってたみたいな、ちょっとわけわかんない文化のすげえところの、アメリカ、またアメリカっぽいとこ行っちゃってますけど、別にアメリカでも、アメリカやっぱすごいのはそのジャズとかヒップホップとか、まあエンターテインメントをこう生み出してますよね。言うたって日本の建国で言ったら日本の歴史よりも全然浅いですけどね。そういった濃い文化、まあ非合法にですけど発信してきているということで、まあじゃあ次の曲ですね。最後の曲、今日は、こちらの曲ですね。曲名ニューオールドアーバンスタイルオリジナルトラックということで、アンクル MC お聞きしながらお別れです。
Style.